はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。唐辛子のね、跡地、唐辛子、さつまいもの跡地のね、はい、もみ殻散布です。昨日ね、ちょっと早めに終わりにしてしまいました。疲れちゃったんでね、少し早めに終わりにしたんですけど、まあ今日ね、これからあと1、2時間やれば、終わるのかなということで、昨日の続きですねの作業をしたいと思います。まずね、いつものように、米の袋にね、もみ殻を詰めていきたいと思います。よいしょ。で、関東地方もね、今日曇ってて、明日からちょっと下り坂なのかな、雨模様ですよね。で、今日まで、まあ、ルーチンとしてはちょっと農作業の方を進めて、もう明日は雨っていうことでね、雨の日のルーチンになります。よいしょ。今日の予定はですね、これ、大体もみ殻散布を片付けて、まあ、トラクターでね、もみ殻をすき込むと、よいしょ、いう作業をやれたらいいかなというふうに思っております。あ、これはちょっと長いんで、のぞきましょう。よいしょ。で、この今ね、もみ殻置いてあるところは、もともとさつまいもを植わってたところでね、さつまいもの上にもみ殻を出してしまいました。ただ株元にはね、棒が刺さってますので、ここに植わってるよっていうのは分かるようになってますんで、このもみ殻を取った後ね、棒を目印に収穫はできますんでね、まあ毎年のことなんで、よっこいしょ、大丈夫なんですが、このもみ殻の下に、さつまいもが埋まってるという状態でやっております。で、去年のね、やっぱり動画見ましたら、去年よりちょっと早いよね、やっぱり。去年はちょうどね、母親の入院騒ぎなんかがあってね、ちょっとバタバタしてたんですけど、まあ、今年はね、ちょっと精神的に余裕ありますね。で、去年はね、ちょっと国勢調査の年でね、国勢調査なんかも頼まれちゃってね、やってたんで、母の入院と、まあ、国勢調査がね、ちょうど重なっちゃって、ちょっとバタバタしてたというような、感じですね。よいしょ。で、今日はね、ちょうどシニアクラブ、自分入ってるんですけど、まあ、老人会だよね、老人会の、まあ、労働奉仕で、剣道のね、花壇の草む、除草作業、今、もみ殻散布やってるんですけど、もみ殻散布前にね、はい、除草作業の勤労奉仕に行ってきました。で、1時間ぐらいで終わったんでね、はい、その後ちょっと YouTube の動画なんかを投稿して、今、午前中の作業始まったという感じですね。よっこいしょ。よいしょ。
よいしょ。結構ね、さつまいものつるがあちこち出てきて結構やりにくいですね。毎年同じパターンなんでしょうがないね。ただね、この場所だけ開けとくのももったいないんでね、普通に作っちゃいます。その年によって何が入るかわかんないんですけど、ここ2年ぐらいはさつまいもですね。よいしょ。来年ここ何を作るかっていうのわかんないんですけど、ほうれん草とかそういう埋まっちゃってもいいものを多分作るのかな、ただ連作にならないようにね、いろんな作物入れてますので、ちょっと今のところ来年どういう作物が入ってくるかっていうのは不明です。よいしょ。4袋ね、一輪車で1台分詰め終わりましたので1回、ここで動画を止めます。カメラの方ね、移動しましたので、これから、もみ殻を巻いていきます。こんな感じでね、巻いていきます。動画の方止めます。散布の方終了しました。午前中でね、大体終わりましたんでね、午後今度ね、ここトラクター入れて、ちょっと深めにね、耕したいと思います。こんな感じですね。よっこいしょ。ここはね、オートカルチで耕したんですが、やはり完全には入りきってないですね。やはりこの後トラクター入れてね、ちょっと深めにすき込みたいと思います。ということで、野菜畑のね、野菜畑の、もみ殻散布でした。最後までご視聴ありがとうございました。